して帰ってきたぞ、帰ってきたぞ。今までどうしてそんなことに気がつかなかったんだろう。それは俺たちが気ままな独身者揃いだからさ。私はとっくに気がついてたわ。おお、妙なとこで点数稼ぎやってんな。しかし隊長は一度も自分から言い出したことはないね。ええ、そこが隊長の立場の辛さだと思うの。やはり私たちから言い出すべきよね。あ、どうした、のんびりしてるな。まるでみんなで競馬の話でもしてるみたいだぞ。隊長、実は今みんなで隊長の休暇のことを話してたんです。私の休暇？はい、隊長はマットに赴任されて以来一度も休暇を取りになっていないって。休暇か、そんなものは怪獣にくれてやった。しかしそんなものは本当は奥さんや子供さんにくれて差し上げるのは本当ですよ。なあみんな。ああ、そうだ。隊長、それは横暴ですよ。寄ってたかって私を休ませようっていうのか。はい、綱で縛りつけてでも。いや、ありがとう。実は女房に何度も言われてたところさ、もう3年も里帰りしてないってね。奥さんのお里はどちらですか？信州の蓮根湖の近くだよ。ああ、2月の真夜中、凍りついた湖面を神様がお渡りになる。その時不思議な音がするんだそうですね。何、気温が下がりすぎて氷がひび割れするだけのことだがね。女房は時々その音が聞きたくて我慢ができなくなるらしい。隊長、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。俺がいなくても大丈夫。そうか、諸君の申し出を受けるか。では行ってくる。いいか、俺は何も好き好んで休暇を取ったんじゃない。隊員たちに強制されて泣く泣く取ったんだからな。一泊したらすぐ帰るんだぞ。はいはい、分かってますよ。なんだ、つまんないの。まあ、マットの隊長とあれば本当は一日だって休んじゃいかんのだ。本当はな。分かったわ、すみません。都へ来てから行くとせぞ、思い出します故郷。マットの伊吹隊長が、家族連れでマイホームパパとしゃれたが。さあ、イブ君や、何年間に一度の休日や、大いに羽目を外してくれ。これはどうも。ああ、結構です。はい。さあ、本当はもっと陽子や美奈子のために休みを取らねばいかんのですが、何分にも商売が商売なもんでね。いやいや、何も気になさることはない。わしもばあさんもな、娘婿がマットの隊長ということで、この縁じゃ鼻が高いでな。美奈子も大きくなったらマットの人のお嫁さんになるのかね。ううん、そんなの嫌いよ。マットは私一人でたくさんというわけだな。違うの、マットの人のお嫁さんにならないってことは、マットの隊員になるということを妨げはしないわ。まあ、女の子のくせに。だって岡隊員だって女よ。まあ、お前は平凡な男と結婚してくれ。その方がお父さんは安心だ。いやよ、私はウーマンリブ派なの。まあ、どうし。昔軍隊、今マット。マットが女の子の夢になるのも不思議じゃないわいな。ねえママ、
もう行こうよ。神様が見られなくなっちゃうわよ。そうね。ああ、そろそろ出かけた方がいいかもしれんな。はい。今年は冷え込みが早かったから、神渡りも早いかもしれんでな。あ、そうですね。じゃあ行こうか。あなたは？うん。神様ったって氷が割れるだけだろう。私は一眠りさせてもらった方がありがたいな。つまんない。パパ一緒に行こうよ。いやいや、美奈子。お父さんは疲れてるんじゃよ。わしらと行こう。あ、行こうね。あ、冷え込みますね。去年の冬はあったかすぎてとうとう神様現れなんだが、今年はどうあっても来てもらわねば困るだ。いい月も出たことじゃ。ならずお笑われになるじゃろう。はい、滑って気をつけろよ。はい、これもなよ。あ、ほらほら、早く出て、ほら、危ないから。さあ、ここが一番よかろう。悪くじゃ。あ、おばちゃん、ありがとう、ありがとう。マスネ神社の神様は何の神様なの？あ、戦の神様じゃよ。美奈子、お前もゆくゆくマットの隊員になるんなら、もっと強くしてくださいってお祈りすんだろ。これ以上お天場になったら困ってしまうわ。いや隊長のいないとき、ミスがあっては言い訳が立ちませんからね。一応隊長の所在地を確かめておかなくていいかな。せっかくの休みだ、そっとしておこう。信州は酒のうまいところだ。今頃は川魚でいっぱいキュー。全員パトロールに出動。はい、はい、よし行こう。よし、今だ。隊長をやっつければマットはガタガタだ。マット本部、本部。こちらマット本部。伊吹だが、みんな元気か？隊長、こちら全員パトロールに出動中です。何の異常もありません。隊長、せっかくの休暇です。あまり気を使わないでください。習慣というものは怖いよ。こうして話してる方が落ち着けるのさ。チキシュ、酔っ払っても連絡だけは取ってやがる。いや、みんな隊長だ。遅いな。ママ、まだ現れないの？私、眠くなってきたわ。もう少しの辛抱よ。さ、ママに持たれてなさい。ね。
仕事だった。これで今年も豊作間違いなしだって。ああもう終わりなの？そうよ。だって神様は人間の目には見えないもの。なんだ。あれママ神様が出てきたわ。何あれ？あれはなんだ。安全です。さあどうぞ。すいません。さあさあどうぞ。おじちゃん早く逃げろ。お母さん早く。みなこさん、それは東大元暮らしと言いますからね。冗談を言ってる場合じゃありませんわ。何、真面目ですよ伊吹さん。え、どうして私たちの名前を？成人だわ。みなここちらマット。あ、伊吹隊長。初猫に怪獣が現れた。すぐ出動してくれ。隊長、隊長。どうした？初猫に怪獣が。隊長、ついでにマットの諸君、よく聞きたまえ。伊吹夫人と美奈子は私が預からせてもらってる。もし二人の命が惜しければ。マットは即座解散。海底本部を破壊するんだ。我々グロテス星人が地球と仲良くするためにはどうもマットが邪魔なのでな。24時間の猶予を与える。二人の命かマットの設備か、よく考えたまえ。怪獣が村に与える被害もな。私の休みを政治につけ込まれた。申し訳ない。いえ、我々が進めたんです。悪いのは政治です。マットの隊長がこっそり神当たりを見に来ていたそうじゃないか。そのおかげで怪獣騒ぎだ。マットはすぐ帰れ。こんなこと言ったって、隊長の奥さんとお嬢さんは政治の人質になってるんですよ。そんなことはそっちの勝手だ。俺たちを知ったことが何に騒ぎない。俺らたちのこれ迷惑だよ。よくわかりました。あなた方の希望に添えるように善処します。よし、隊長を信じるぞ。よし、信
とだな。さあ帰ろう。大丈夫だ、帰るぞ。帰ろう。くそ、隊長、あの人たちの言う通りだ。この村やマットを救うためには仕方あるまい。美奈子、あなたは怖がらないで、ずっと母さんと一緒についてくるんですよ。母さんと一緒なら怖くないわ。でもどこへ？ずっとずっと遠いお国です。へへへ、いくら泣いてもダメだ。成人は涙というものには無縁なのでな。猶予が丸一日なら、夜中までまだ半日あります。お二人を探しましょう。いや、二人はいい。それより湖の怪獣をやっつけなければ、土地の人々に対してマットの申し訳は立たん。そのことなんですか。宇宙人をやっつければ怪獣はいなくなります。きっと宇宙人が操ってるに違いないんです。命はもうこっちのもんだ。どうしました。はい、怪獣の姿が蓮根神社の御神体とそっくりなもんですからね。せめてお社を拝んではと思いましてな。怪獣が御神体に。取引の意思なしと見た。お二人はきっと大丈夫との合図です。よし、ウルトラマンに協力しよう。
は知っている。聖人をやっつければそれが全てだということを見破っているのだ。忙しい人間たまに休みを取るとこのざまだ。隊長。あ、小さな怪獣だわ。おい、どうしたんだこれは。ええ、湖の氷の上におたわれになってたんですよ。神様は怪獣に操られていたのか。さあ、これで事件も一段落だ。みんなで神様にお礼を言いましょうよ。あ、後ろ向いちゃった。神様が恥ずかしいって。さあ、行こうか。さあ